おはようございます。即価塾の久保です。今日もですね、株の情報と、ちょっと税金のお話もしましょうかね。まあ、消費税が10%に上がって、もう3週間経つんですけども、まあすっかりとね、慣れてしまった部分もあるかなと思いますし、10%に対する抵抗の声も、うん、なんかなくなってしまったような気がしますけど、皆さんいかがですかね。消費税って下げることができるんですよ。0%にしても大丈夫なんですよ。 やっぱり、ね、法人税が下がったことに多くの方は注目できなかったのかなという部分がありますうんでもやっぱりね法人税が下がった分の穴埋めとして消費税が用いられるっていうのはなかなか受け入れられ難い事実かなと思いますよねでも実際そんな感じが私はするんですけど皆さんいかがでしょうかさあ消費税が10%になりましたけども実はですね厚生年金ってものもちょっと注目していただくとものすごく上がったことが分かると思うんですよ 厚生年金ってのは12.2%から18.3%に上がってなんと1.5倍になってるわけなんですよね。そして健康保険。皆さん健康保険は使われてますか ?5.8% から10倍になって、あ、10%になっております。まさにね、1.7倍ということでございます。<laughs> こちらの方もね、もう消費税なんて問題にならないぐらい値上がりしてるわけなんですよ。それから介護保険ですよね。40歳以上になると介護保険料が自動的に引き落とされることになりますけども、これも0.98%から1.73%ということで1.8倍ということになっております。 実はね、こっちの方が問題だということにね、我々は気づきにくいんですよ。消費税ばかりがクローズアップされて、本当に問題視しないといけない、この3つの保険料の方が、まあ、甚大なんですけどもね、なか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 ということでございます。それはですね、昨日お話したインドネシアのテロのことも、テロじゃない、暴動か、デモか、デモ、インドネシアのデモのことも関係しています。香港のデモっていうのはかなり取り上げられましたけども、インドネシアのデモっていうのはほとんど、 メディアででで取り上げられてててなななななないんではないいいいんんんはかかとと思思ううすすよ、まあ、テレビや新聞っていうのは多分発信してないんじゃね私見てないから分かんないですけどもただやっぱりね自分で関わってるものに興味を持っていろいろとリサーチしていくと自分のメディアっていうのはできていくわけなんですよで私はインドネシアのリサーチをしてますんでこのね、えー、デモっていうのがかなり深刻だなと思っておりますそしてこのデモの鎮圧に武力が用いられるということなんですよね あのジョコさんという方がね、再選されましたけども、あの方が命令して、指示して、こんなことをしてるのかなと思ったら、なんか、ジョコさん、いいところばっかりじゃないんだなというふうに感じてしまいますけども、さらにね、いろいろと確かめていかないといけないかなと思っております。私はね、インドネシアのもうに、お金をね、銀行に預けてますんでね、ちょっと一言ごとじゃないなと思います、うん。日本ではデモが起きても、なんてことはないですけども、日本以外の国でのデモっていうとね、 武力鎮圧ってものが付き物になってきますからね、本当にね、恐ろしいなぁと思っております。はい、それではね、今日は、今日も投資の話をしたさせていただきます。今日の買ったらこれは得するよっていう銘柄は、皆さんご存知のイオン株でございます。ね、イオンモールっていうのはありますよね。イオンの株を買うといいんじゃないかなと私は思いますけども、なんかもっとね、 マル秘のものを知りたいと思っている方もいると思いますけども、実はイオン株ってむちゃくちゃ美味しいのは、今、1株あたりが2168円、2200円前後なんですよ。ずっと2200円前後だったと思いますけどもね。まあ、2100円切らないぐらいから、うん、2200円。 ちょっと超えるぐらいかな、こうやってね、2100円、2200円あたりを推移してるんですけども、こちらの方、1株がこの金額ですんで、100株買ったらいくらかなと思いましたら、まあ20万ぐらいですよね。20万で100株買えるんですけども、100株買うとですね、うーん、でイオンで買い物をするたんびに3、3%のキャッシュバックがあるんですよ。これすごくないですかあの、株でいつか儲かりますよみたいな話じゃなくて、 イオン株を100株持っていたら買い物の時に3%キャッシュバックされるわけなんですよ。まあ買い物の限度額が100万円って決まってますけどね。うんまあでもすごく良くないですか。で500株例えば買ったとすると5 0株買った方がいると大体500株だと100万円分ですか。 100万円分買った方がいると買い物の時に4%キャッシュバックということになっております、えー、そして1000株買える方はですね5%のキャッシュバックが受けれてで3000株買える方600万円をちょっと超えますけども買い物すると7%のキャッシュバックなんですよでこれを利用しないとはないかなと思いますよねそのイオン株っていうのは当然日本の証券取引所で売買されてますから1年間使用漬けとかねうんなんか一定期間 ロックとかされませんので実は最もお金を増やすというよりもねキャッシュバックを受けるという意味で利益を得やすい銘柄なんじゃないかなと思いますそんなねあの暗号通貨の世界とかどっかのよく分かんない金融商品とかね難しいことしなくてもこんなに身近にですね我々に大きな利益をもたらしてくれる投資があるわけなんですようん皆さんどうお感じでしょうかこのねイオンの株の話を聞いてこれはお得だって って思うセンスがなければ、多分投資は難しいと思いますよ。こんなに美味しいことはないと思います。ただしですね、私の住んでるところ、イオンモール、ないんですよね。あちゃ、<laughs> 全然ないんですよ。ということで、私は、この株、欲しくても、買っても、もう全然得しないんで、買ってません。まあ、どうしてもね、使いたいなと思うんですけどね。ということで、他にもね、日本のあっと得する株主優待って、 結構あるんですよもしね、投資に興味をお持ちでしたら、まずはこういった足元の物件から、案件からリサーチしてみてはいかがでしょうかね。うん、よく分かんない案件に無理して飛び込むことはないんですよ。リスクが高いばっかりで、どうしようもないですから。でもこの4株って、いきなり飛ぶってことを考えられますかね。私は考えられないんですけどね。で、買い物のたびに3000円買い物するたびに、5000円買い物するたびに、1万円買い物するたびに、 3%バックとかね最大で7%バックとか受けれたらいいんではないかなと思うんですけどね皆さんどうお感じでしょうかそれでは本日は以上です失礼します